ありがとうございます。はい。8万2400円の最高級泡のお店に行ってきました。どうも、ルシアです。久々の一人撮影になりますね。難しいですな。顔面がボコボコなのは触れないでください。本日はタイトル通り、8万2400円の最高級泡のお店に行ってきました。今回、プライベートで行ってきてめちゃくちゃ良かったので取り上げようと。そういう感じの動画になりますね。あ、もう最高級か。俺は関係ないから行かないわと思うところ、あなたもですね、最後まで見てください。ということで、まずはですね、映像を撮ってきてます。今回行ったお店が、吉原のライオンズクラブさんですね。ま、映像見ていただきましょう。もうめちゃくちゃすごいですから、どうぞ。はい。これがですね、まず、外観ですか。ちょっと、ん?みたいな。卓球さんの事務所かなっていうぐらいの怖い雰囲気はありますけど、入ったら変わります。まず、こちら、サービス受けた時の動画なのでご覧ください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ここでですね、ドリンクをね、頼めるんですよ。で、あと、ライオンとかいたでしょ?あれ、本物よ?本物って言ったら、あのね、剥製だよ?なんか話聞いた感じ、昔、あのライオンのちっちゃい子犬みたいな、子犬ではないか。そいつを受付に置いてたら、盗まれたのね、お客さんに。何の話してんのって話ですね。本題の話に行きましょうと。接客もすごい綺麗で、高級な感じじゃないですか。なんで、最高級が若い子にも、年上の人、みんなにおすすめなのよ。じゃあ、どうだったのと、続きを聞かせてくださいよということじゃないですか。女の子どうなのと。今回ですね、広瀬しおりさんっていう方をお願いしたんですね。この方入ったばかりでまだ技術もそこまで慣れてないっていうのがお店さんから聞いてたんですよ。昨日講義受けたばっかの女の子なんですよ。そうなんです。泡のお店ではですね、いろんな泡の技があるんですよね。実は高級店ではそこ最高級ですから、すごいされてて、今日ちょっと現実聞きましたけど、昨日受けたばっかなんで、もしかしたら満足がみたいなこと言われましたけど、結果どうだったか。もう顔すべて、写真家もすべてがパーフェクトじゃないとこんな動画作りません。なぜかというと、一番びっくりしたのが写真あるじゃん。最高級の女の子よ。写真絶対可愛いじゃん。合うやん。扉開けてさ、出たらさ、女の子が階段。わかるでしょ?あのお店行ったら階段にいるのね。そこで見た瞬間、すごい!テレビで見たことありますか?っていうぐらい、バチバチ可愛い子が来て、実はルシファー君高級店も行ってます。最高級っていう泡の店は行ったことなかったんですよ。高級って言ってもさ、所詮は、そんなこと言って失礼だけど、インフルエンサー止まりの顔。これやばいこと言ってるよね。確実にレベルがあるじゃん。なんて言うんだろうな。どんな例えばいいんでしょうか。それこそさ、クラスにいる一番可愛い子が高いお店で働いてるとするじゃん。高級で働けるのって言ったら地区とか地域県とかで一番可愛い子。最高級に関しては日本で探してやっと可愛い綺麗っていうレベルなのよ。その瞬間8万2000円と400円高いっすよ。でもルシファー君もちょっとたまにネタになればいいかぐらいの、まあアホですから常日頃高いとこ行ってます。女優さんがいるお店にも遊びに行ってます。ミスってた。女優さんってさ、好きだから行ってお金高くても払うっていうのあったけど、知らんやつに8万2400円なんて思ってたけど、安いよ。あの顔見た瞬間ね、まず顔で完全合格なのよ。一緒に会話しながらさ、進んでいくじゃん。一番面白かったの、この人会話面白いなと思ったのが、急にえぇ、ー、みたいなこと言われて、何何って聞いたら、元彼かと思いましたみたいな。元彼って、いやで、その話を聞いてたら、昔ね、お客さんからお客さんと付き合ったみたいなエピソードを言われたの。これ技なのかな。もうルシはもう、え、元彼に似てるお客さんと付き合った、私ワンちゃんいけるんですかみたいな言ったら、女の子がはっみたいな、え、ちょっと元彼に似てるっていうか、もう忘れてくださいみたいな言われて、うまくね、もう虜よ。そのまあ接客されるときね、ひざまずいて S の人にはたまらんぞ。本当にすごいなと思ったのが、ぶっちゃけ S の人でも王様になった気分で楽しめるのね。じゃあルシファーの層に多い方ですよ。ミドルの方ですね。M の方はどうしたらいいんですか。その方々も満足できる内容になってるの。まあ、それを今から細かく話はいきますが、まず高級店の一番の特徴って何かっていうと、お風呂でそういうこともせずに合体しちゃうのよ。知らない方はもう驚きよね。まずキスわーされて、え、待って待って、飛び出してないよ、やめてビーチクみたいな、あのね、服脱がせて、あ、脱がせますねとか、セルフじゃないのね、ちゃんと脱がしてくれて、その日スーツ姿で行ったんですよ。まあちょっと真面目な雰囲気で行かないとやっぱ行けないじゃん。お休みの日だったんですけど、お仕事の方は。だけど、仕事でーすって嘘ついてですね、行ってですね、スーツに、僕携帯8個ぐらい入ってたのよ。詐欺やってるわけじゃないよ。いっぱい携帯持ってて、そしたら、これ肩が崩れちゃいますよ、みたいな。優しいね、優しいね、優しいですよね。もう開始3分、5分ぐらいで落ち着いて、ちゃいちゃいやって、もう顔がやばい。マジで可愛いし、綺麗やし、その、なんていうの?自分の
の想像してるものの全て行って先送るのね。これがやっぱ最高級。一番最初にあなたは何が好きですかっていうのを知らない間にもう聞かれてるのよ。むしろも知らない間にビーチ具合悪くてみたいなもうすごい聞かれてて、心がね気緩むじゃん。ちょカチコチを、そのカチコチがパッて心が紐解かれて緩くなったと同時に私のルシファー君がカチコチになっちゃってね。そんな感じでそのままくっつかせていただいて、これ1回目を120分あるんですね。今回今更言うなって感じですけど、なんとルシファー君3回です。恥ずかしながら大切に行く感じですね。実はこの店無制限ですから、無制限発車ですから、そう考えればなんか行けば行くほど安いよね。82,400円だけど4回行く人で考えれば2万円だから、コスパはぶっちゃけよく買おうと思えば良いのよ。全部レベルが高いからね。1回目もう言ったらもう気づいたらルシファーが上で、彼女の彼女がきつくてすごかった。こんなで全くそういうぬるぬるをつけるわけもなく、ナチュラルな彼女で、お胸もしかも超でかい、2カップぐらいだった。いいよね、2カップいいよね。一番顔誰に似てるかって言ったら、ヤスメグミをめちゃくちゃ可愛くしたレベル。ちょっとおっとり系めちゃくちゃ可愛い。めっちゃ大人の女性なのね。聞いたのが、やっぱりこういうとこに来るのって、ちょっと年齢層高めの人がやっぱ多いみたいで、だから若い子も無理して行くだけでもうすごい差別化できちゃうし、実はルシファーめちゃくちゃ若いわけじゃないですか。25のピッピッピですけど、一方で顔がね、30ぐらいで老けてる。で、老けてる人も好きですっていうのやっぱ言ってて、お金持ってる大人が好きか、めっちゃ若くて元気な子が好きっていうのは聞きますね。だから、普通プレイって2回ないっぽいの。1回が多いの、うん、その大人の方はね。だけど若い子なんてもうバンバン行くでしょ、ルシファーみたいに。だからそれだけで差別化よ。みんなうわーって楽しんじゃうから。まあ、2回目はもう洗っていただいて、その時に講義で受けた技をいっぱい受けるんですけど、もうすごいよ技。初めて聞いたのが椅子っていう技を聞いて、椅子をくぐるのよ。なんかもうお尻を舐められながらルシファーのルシファーを洗っていただいてて、なんかもうすごいのこの感覚が。味わったことない感覚がいっぱいあってですね。大事なのは今回3回ルシにしたと。この2回目が大事なんですね。そのままお風呂入ってですね、まあ、綺麗にするわけじゃないですか。浄化してですね。でですね、プレイをしてですね、こんなぬるぬるいいですっていうぐらいぬるぬるで、ぬるっていう感覚だったね。で、上乗っていただいて、恥ずかしながら、1回目もめちゃくちゃ感じたけど、2回目がもうさらにもういろんな液体つけられて感じて、その状態でプレイを始めて、ルシファーも一番ここでびっくりしたのが、ありえない境地に行って、もうマックスだ、やばい、早く合体しましょうって言って合体して、正直言うと、めっちゃキツキツじゃん。上に乗られると、ちょっと違うなって思ったの一瞬。そしたらすぐ、ルシファー君のルシファーが、あーってなっちゃった。で、そのまま、また、彼女の技ですぐ、ルシファー君が元気になったんですけど、ここからがすごかった。衝撃を、いろいろされるわけや。いろんな攻撃をされた時に、ルシファーが一瞬、うわーってルシリッシュみたいな感覚があったの。けど、なんも起きてない。なんも出てない。これが世間で言うドラになんちゃらってやつなのかな。元気なのよ、ルシファー君が。まだ。感覚はルシリッシュしてんのに、元気なのよ。何これみたいな。もう境地やみたいな。ルシファー君のルシファー君を触られたら、もう気持ち悪いんだけど、気持ちよくてみたいな。今まで味わったことない感覚。マジでこの先行ったら、帰って来れなくなるみたいな。思い出してください。初めて開通したあの日があったじゃないですか。あの日、なんか罪悪感を思いながら、もうそれに近いものがまた起きて、何々、俺どうなっちゃうの？ちょっとみたいなやった時に、女の子が、大丈夫ですかみたいな。どうされましたみたいな。言ってくれて、このままやったら、ルシファー、ルシファーじゃなくなるみたいな。どうやら、その先を行くと、お塩が出た。僕普通にプレイしててそんなことなかったよ。いろんなものがやっぱ飾らってそういうことができるんですよね。そのものね、洗っていただいて、最後聞いてくれて、もう一回できますか、やりますか、そしたら、もう一回しますけど、みたいな言われて、次はもうマット外れて、もう普通にベッドで、もうすぐまた大きくなって、嘘でしょみたいな女の子、また大きくなるのみたいな。こっちはもともと4回、5回行くつもりでやってますから、で、最後話しながら、好きなようにやっちゃってください。そんなセリフはド S にとってはたまらんよ。恥ずかしながら、前のプレイは全部彼女したいよ。最後の最後だけルシファー君が主体をさせていただいて、ってひっくり返して、もう後ろからやっぱ後ろが一番好きなのよ私は。今回1分ぐらい本気でピストをして、1回目正直言われた時にびっくりされたの。こんなに出るのと。で、2回目言ったら実質言ったの2回目じゃないですか。最後行った時、フィニッシュした時は彼女は増えてるみたいな。どういうことって見たいと思って、確かに増えてるのね。あと言われたのは、これ恥ずかしいから視聴者の方って言いたくない、生き方が可愛いですねみたいな。女の子みたいに行くって言われて、男子ってさ、自分以外の生き方を知らないわけじゃん。何がスタンダードか知らないから、自分の生き方がスタンダードやねんけど、なんか他の人と比べて可愛いとか言われて、そんなのあるのみたいな、ビクビクしちゃうの私。どうですかっていう感じなんですけど、まあ、今回120分で、最後お店の人にめっちゃ最高です、めっちゃ良かったっす、また来たいんですけどみたいな、内緒っすよって言って、実はもうこんな可愛い子がいてって最後写真見せてもらったんですけど、ウェブに載ってない写真もちょっと見せてもらって、ほんまにやばい。吉原って高級ショップ他にもありますよ。けどなぜライオンズクラブさんか、話聞いた感じだと
なんかすっごいいい人で熱を持ってやってくる方なんですよ。皆さんご存知の通り、ルシファーチャンネルって安全で、ちゃんと思いを持ったお店をご紹介したいと。今回、プライベートなんですけどね。けど、いよいよ、ちゃんと最後話させてもらって、いろんな話をする機会があって話をしたんですけど、すごいいい人でしたね。プライベートで行って紹介しようと思ったお店でも、人と話して、ちゃんとしないとやっぱ紹介できないっていうのがやっぱあるんで、ぜひ皆さんにも、他にも会ってほしいってことできるのかな、まあいいや。っていう形で、本当におすすめですね。僕はまた行くならもう 100% そこだなっていう感じでしたね。はい。という感じで、おもろくない。今日の動画も面白くない。はい。では皆さん、また明日の動画でお会いしましょう。レシファー。絶対行くべきだという理由をですね、話す。今回行ったお店が、